アテネにメンバーに入って自分の力を出さないといけないし、好き勝手もやってましたけど。え、自分は入ると思ってた？絶対入んないといけないと思って。その3人で奮いかけられてるって分かってたから、もうずっと睡眠薬飲んだもん。今日のテーマが、アテネ五輪、うん。その話はいいよ。やめようよ。やっぱ出てたじゃん、アテネ。ね。みんな出てたね。みんな出てたじゃん。本当にどうだったのかなと思って俺は。あ、本当のね。本音の。うん。ださ今さちょうどさ傷がさこう癒えてきた。癒えてきてさ、それを開けるね。まあ、開けるね。うん、塩塗るね多分ね、うん。まだあると思うよ。まだある。まだ行くと思う。まだ行くと思う。その時はやっぱり予選を。ね、みんなで勝ち上がってさ、うん、で予選のね試合が終わった後にちょっとね、うん、飲みに行ったじゃない。すごい喜びを分かち合ってよしと。で J リーグももう始まってたんだよね、うん、J リーグ第一節が始まってて、でお互いにみんなこうクラブに戻って、またこの半年間力つけて本大会頑張ろうみたいな、そんな雰囲気だった。でなんだろうね、自分は調子が良くないのも分かった。あんまり調子良くないなっていうのも分かってたし、人数が23人から18人に変わるっていうのもあったし、オーバーエイジが入ってくるっていうのもあったから、うん、え、分かってた の、 その何を。もう先に言われてたりとかしたの？言われてないよ。何にも言われてない。言われてないよ。キャプテンが落とされるってすごいね。で日本ラウンド帰ってきてからは、まあ阿部と吉とかさ、うん、入ってでまた初戦負けたでしょ、うん、で結構黄色信号みたいな感じになって、うん、でもほらなんとか勝ち上がったでしょ。でその中でどんどんその競争がこう激化してったっていうか、うん、だからその時に沖縄合宿やったの覚えてる？なんとなく覚えてる。その後に移動して名古屋かな、うん、愛知かどっかで試合したんだよね、うん、これメンバー外れるかもしれないと思った。直感で、うん、あれこの試合の使われ方って俺外れんなって思って、うん、っていうのはあったんだけど、まあ最終的にあの昼ぐらいの発表でさ、その時にさ多分ワールドカップみたいに発表はしてないんだよね、うん、会見とかでも、うん、で普通に誰が選ばれたっていうあのいつものさ用紙あるじゃん。あ、白いですね、メンバーが、うん、あれにまあ多分名前が入ってないってなって、うん、ファクスが来るでしょ。でそこから強化部長に呼ばれて入ったのは達也とトゥーリオ、うん、俺と山瀬は入んなかったって言われて、でどうさん泣いた。泣いてないけど、お昼過ぎだったんだけどさ、練習終わってお昼を近くのイタリアンに当時のね、レッツのマネージャーと食べに行ったんだけど、うん、パスタの味一切わかんなかった俺。で、そのボンゴレビアンコを食べたの。もう今でも覚えてる。そのボンゴレビアンコの味。もうわかんない。全くわかんなかった。喉通らないの。もう貝が貝じゃないみたいな。え、貝は貝だったけど。で発表があって、ああやっぱりかって思って、でそしたらその時の記者がね、うん、泣き崩れたわけよ。記者が、そう、オリンピックに行かせたかったって言って、うん、でそれ見て俺もう申し訳ないなって思って。でもその次のね試合のパフォーマンスがねすごい良かった。自分の中でもパフォーマンスとしてはベストゲームの一つに言えるぐらいの、俺と山瀬結構頑張って、うん、ナビスコだったのかな、勝った記憶はあるけどね。僕はもう好きなことしかやってなかったんで、とりあえず自分が選ばれたいっていうこともあるし、うん、アテネにメンバーに入って海外に行くっていうのを決めてたから、もう絶対に入らないといけない。予選プラス本戦は本戦で自分の力を出さないといけないし、好き勝手もやってましたけど。え、自分は入ると思ってた？いや、もう絶対入んないといけないと思った。入んないといけないと思ってたのね。やっぱそこがすごいよね、うん、やっぱそういうメンタリティっていうのは大事なのかなって今更ながら思ったけど、入って当たり前だと思ってたし、なんならその2人でもやっぱりライバルみたいな感じさせられるから、いやもう絶対に負けないっていうふうに思ってたけど、予選も含めっていう話になるんですけど、あの意識された選手とか他の選手で、いやもう僕はもうその両一と山瀬しか意識してなかった。その3人で奮いかけられてるって分かってたから、もうその2人に勝つしかないし、得点することだけアシストだったり、それしかもう考えてなかったですね。だからもう合宿もそうだけど、もうずっと睡眠薬飲んだもん。
そうなの？うん。こんな性格だと思われてるけど、意外に繊細だったっていう。ボールタッチは繊細。ボールタッチも繊細だった。ボールタッチも繊細。はい。そこからもう絶対悩まないって決めたの。変なこと考えない。なるほどね。自分だけのこうスタイルをこう突き進もうって思った時がこの時だったね。その時のライバルっていうか意識した人、はい、やっぱり今野阿部、この二人はもうずっと、まあ、同じポジションだし、まあ、あとはオーバーエイジで新次さんが入ってくるっていうのはもう分かってたから、だから新次さんどこで使うんだろうなとかっていうのは考えてはいたけど、オリンピックでメンバーに入れないってなった時にやっぱ次すぐあの A 代表に行くっていうことを、まあ、常にこう頭の中には入れてましたけど、まあ、ただとはいえあの上の世代の人たち、ゴールデンエイジと言われる79年世代がすごい高い壁だったので、まあ、いつになったら代表に入れるんだろうなって思いながら、ターニングポイントとなったのはやっぱりアテネオリンピックの落選ですよね。やっぱり世界大会に行きたいなって思いましたし、正直やっぱあ入れないかもしれないなって思いながらも、まあ実際にそうなった時にやっぱすごく悔しかったんで、浦和レッズというチームで成長して、まあ松井と一緒に同じようにやっぱ海外に行きたいなっていう、海外のリーグでプレーしたいなっていう思いはあったので、それがこう大きくなったっていうのは、まあ課題が明確になった。まあ自分が上手くないみたいな思ってて、ボランチの選手で、うん、まあ世界にも出たいとか、うん、いろいろなこうやっぱりレベルアップしていきたいってなってた、うん、そういう時に何考えるの？まずね、トレーナーつけた。トレーニングの体の動かし方のトレーナーつけて、でそれが24かの時に、早いね。そう、週2回必ずチームの練習とは別でトレーニングして、まあ、筋トレみたいなやつ。筋トレはオリンピックの時に実はパーソナルのトレーナーつけてたんだけど、うん、それが合わなかったの。で筋トレじゃなくて、どういう風に体を動かしたらターンが速くなるかとか、自分はそのフィジカル的な弱さを感じてたから、うん、その辺のトレーニング中心にやったかな。今の選手たち結構ね、走り方みたいなののトレーニングしたりしてると思うんですけど、多分結構早い段階で僕はやったかな、ね、でもそこから全然やっぱね、その違う設置の仕方とかやると全く変わった。その彼が毎日練習場の外の柵からずっと見てる。怪しいやつだ。怪しい。で、変なやついるってなったの。クラブで。レッズな。はい、俺のトレーナーですってなって。中入れさせてあげなよ。そうそうそう。いや、だけど、ほら、当時はさ、そういった理解もあんまりないクラブはさ、ないから、ないね、俺としては、まあ、秘密にやってたっていうか。でも、プロだから自分自身のことを考えれば、でチームはさ、コントロールしたいから嫌がるでしょ。俺はもう関係ないと思ってやってたかな。僕はもう永遠にボール触ってましたね。自分の中でやっぱボールのコントロールだし、自分のボールのそのフィーリングっていうのをすごくイメージしてたんで、トップ下でどうやってボールもらえたらいいのか、どういうトラップした方がいいのかっていうのをずっと頭の中で考えて、練習終わりに毎回練習してました。でもそう、それですごく思い出したことがあって、 J リーグ京都にいた時とやっぱりヨーロッパでプレーした時とで全く変わったのが、フィジカルの強さがもう段違いに変わったよねって思って、京都で直接、まあ、ボランチで松井がオフェンシブだから結構マッチアップすることが多かったんだけど、京都の時はね、そんなにこうボールが取れないかっていうと、思いっきりがっつりいくと意外と、うん、あの取れるチャンスもあったりしてたのが、ヨーロッパ行って帰ってきてからはそれもなんかできないぐらい強くなってたし、まあもともとその手の使い方とか体の使い方が上手い選手だったのが、そこに圧倒的なそのフィジカルの強さみたいなのもついて、すげえなって思った記憶がある。サッカー人生の中でアテネ五輪という存在は、今改めて振り返ると、振り返るともう行けなかった人間と行った人間でしょ。だからそれを経験したことある人じゃないと、その時の世界との差、物差しみたいなものは分からないし、逆に僕は行ってないからこそ、行った人間とは違う感じ方
っていうのもあると思うんで、まあ本当に僕としては自分自身いい経験だったというふうには捉えてますけど、逆に行った人間は行った人間でどうなのかなっていう。僕はやっぱアテネ五輪が転機だと思ってて、そこをしっかりと、まあ、行けたことによって海外に行けたんで、そこがなかったらそのルヴァンには行けなかったと思いますし、そこがなければ今の自分もないと思うんで、そんな活躍できてなかったからこそ次頑張ろうっていうふうに思ったし、まあ、僕も2006年ワールドカップ行けなかったっていう思いもあって2010年になったんで、やっぱ五輪にそういう出れなかった時に啓太が次の代表にまた呼ばれたりとかしてすごい活躍したんで、やっぱそういう悔しい思いをしてみんなこう大きくなるんだなっていうふうに思いましたけど。